静谷学校。静谷学校は、江戸時代前期に、岡山藩によって開かれた庶民のための学校。所在地は、岡山県備前市、静谷。旧静谷学校として、特別史跡に指定され、行動は国宝に指定されている。岡山藩主、池田三政によって開設された日本最古の庶民学校である。藩士のための教育施設、藩校。 岡山学校に続き、岡山藩立の学校として開かれた。建築は2期に分けて行われ、32年の月日を費やした。他に例を見ない手間暇かけた質とスケールを、誇り334年の歴史を持っている。地方の指導者を育成するために武士のみならず庶民の指定も教育した。また、広く門校開き途藩の指定も学ぶことができた。 修学年齢は8歳頃から20歳頃までであった。カリキュラムは1と6のつく日には、行動で授業の講義があり、5と10のつく日は休日となっているなどであった。第三洋などの著名人も来訪し、幕末には少年時代の大鳥圭介もここで学んだ。岡山藩は、学校寮を設け犯罪生より独立させ、学多や学林を運営させた。これにより、 もし天保や海域により、藩主が交代となった場合においても学校が存続するよう工夫した。ここに、岡山藩がこの学校をいかに重要視していたか、その一端が伺える。建造物のうち、行動が国宝に指定され、古祭、陰室、文庫、清病、静谷神社、石兵衛など二十四棟が国の重要文化財に指定されている。また、 旧静谷学校は、周辺の津田栄忠市宅跡及び紅葉亭などを、含め、国の特別史跡に指定されている。日本の巨大な貝の木や、周辺の紅葉が美しく、秋の紅葉名所でもある。1666年10月、池田三政は津田栄忠市の案内で、静谷を訪問し、この地に、庶民教育の学校を設置することを決めた。 1669年、池田三政は、岡山城下の西中山下に、岡山藩学校を設置した。続いて1670年、池田三政は、津田栄氏に、静谷学校の建設を命じた。津田は、静谷に転居し、建設が始まる。1674年までの4年間に、学帽、院室、行動、制堂などが完成したが、当時は、 かやぶきの質素な建物であった。1675年には、三つ正は両内に123箇所設置していた、手習い書を静谷学校に統合した。1682年、池田三つが亡くなった。三つは遺言で学校を永続保つように津田に伝えていた。津田へ忠氏は、制度と行動の改築、法律祠の混流。 石盟と門の設置などの再整備を行い、この作業は1702年まで続いた。建物の屋根はこの時に耐久性の高い備前焼き瓦で吹かれた。椿山もこの時に築かれた。法律祠は、現在の静谷神社で池田三政を祀ったものである。椿山墓所には、三政の爪と髪の毛が埋められたとされる。1700年、元六十三年。 当時の岡山藩主、池田綱政が学校周辺の田畑を学校伝とす。これによって田畑を奪われた農民は岡山市の郷島日田に入植した。1704年には三つ正像が混流された。その後静谷学校は一時衰退の時期を迎える。一時衰退していた静谷学校は五代目藩主の池田知政の時代に再び活気を取り戻す。 1847年、学房より出荷して、教官宿舎や客宿舎などが消失した。幕末の混乱期においても、多くの子供が学問に励んでいた。1870年、明治3年の反省改革によって、同年9月閉鎖される。学房と修辞書、教官宿舎は明治維新後に撤去された。公道などの主要施設についても、一時撤去の動きがあったが、 1872年、明治5年夏頃より、岡山の中川横太郎、谷川徹海らが中心となって、最高に向けた運動が行われた。池田義政が資金を提供し、備中の感学者、山田報告を招いて1873年2月に、静谷商社として解消され、再び学問の場となった。山田報告は大阪部、現在の大佐長にも、 塾を開いていたために、静谷少女には、年二回ほど訪れ、一度の訪問で2から3ヶ月、滞在したとされる。山田報告の他にも、報告の皇帝である、鎌田玄慶や工場官の酒田経験が招聘された。しかし、講義が、官学に偏っていたために次第に、生徒数が減少。1877年、明治10年に休校に至り、静時代は、 わずか4年で終わった。静谷少女が休校となって4年経過した1881年、元岡山県三事の西木市は、中川横太郎や岡本ミネラと共に、静谷歩行会、歩行会を組織し、財界や有識者より資金を募り、静谷学校再興の活動を行った。以前八軍の主張も協力し、1884年8月に、 会消。静谷校、静谷校として、開学式を執り行った。西木一は、岡山から静谷に引っ越し、校長に就任した。静谷校では、静谷商社の失敗を踏まえて、英学、漢学、数学の三教科を教え、修学期間は3年間。入学生徒は14歳以上、講義は週24時間とされた。 静谷港では小説家の正宗白鳥や詩人の三木露風なども学んでいる。静谷港を1898年に志賀し高と共に訪れた井戸霊山は、その教育の色として貧困と学術との波を収む、むしろ貧困に重きを置くこと、負荷を退りけて実用を胸とすること、空言を今しめて実践を主とすることの三つを挙げている。 1902年、明治35年、中学校に移行するために学則を改正した。1903年4月、文部省の認可を得て、静谷校は、私立静谷中学校と改称される。名称は、翌年8月に、私立静谷校と変更されるが、教育内容には、大きな変化はなかった。大正8年4月には、中学静谷校と改称。 大正10年4月には、県営となり、岡山県静谷中学校となった。この頃の校舎は、学防跡地に、明治38年に建設された、木造2階建て校舎を使用していた。この建物はそのまま、昭和39年まで学校として使用されることになる。1954年、行動などが特別史跡に指定される。1948年、昭和23年、 学生改革により、岡山県静谷中学校は、県立岡山県静谷高等学校となる。翌1949年には、県立分け高等学校と統合され、同校の静谷校舎となった。昭和39年4月、学校の統合と合理化のために、静谷校舎が閉鎖され、教育の場としての歴史に終止符が打たれる。校舎は、明治時代の木造建築の特徴を、 よく反映した建築物であるので、岡山県青少年教育センター静谷学校、社会教育施設として昭和40年4月より転用される。岡山県青少年教育センター、静谷学校が平成3年7月に他の場所に新築移転した後は本館が残されて静谷学校資料館として利用される。2001年、静谷学校資料館が 登録有形文化財に登録される。使用されている瓦は、有薬を使用しない、溶片瓦で、備前焼き技法が応用されている。焼き具合によって一枚一枚色合いが違うのが特徴である。また、一般の瓦が、寿命60年と言われるのに対して、静谷学校の瓦は300年経過しても、ほとんど割れないまま使用できている。高い耐久性は高温で、 焼結されているためであるが、制作過程で変形が起きやすく、屋根に吹いた時に隙間ができて雨漏りしやすいという欠点がある。そのため様々な漏水対策が施されている。静谷神社には、揚げ葉の蝶の門が入ったの木丸瓦が使用されている。これは、静谷神社が池田三政を祀っているためで、池田家の家門を片切ったものである。一方の星病には、 無地の軒丸瓦が使用されている。静谷のうぶすな神福神社の近くの山麓には、瓦を焼くための上り窯が設置され、静谷用と呼ばれた。窯は2機作られ、5万枚の備前瓦のほか、学校で使用する食器や、祭器も製造された。職人は、京都から登校を招いたとされる。それらの陶器は後に、静谷焼きを呼ばれるようになる。京では、 静谷洋の遺構は地上部分の大半が破壊され、残りの部分は土砂に埋没しているが、部分的に残っている側面の壁より当時の様子をうかがい知ることができる。静谷洋の大きさは幅2.3メートル、長さ13.8メートルほどとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。